その前にもうちょっとシュートやりやすくする方法があって、例えば右でも左でも一緒だけど、こうやってディフェンス回ってるケースやな。でこのディフェンスもいろいろ考えるやんか。どうしようここでシュート止まりそうやったら出ていかなあかんわなとか、ディフェンスもいろいろ考えはるわな。点数入れられたらあかんから。でちょっと今この人このまま真ん中やってパーからやったら真正面からずらさなあかんけど、その前に例えばどっちがやったこっちにいるかもしれない。そんなにけんやなこっちちょっと抜くかもしれない。ちょっと読むやんか。寄せといてこっちは上げといて寄せといてさ、わかる。ほらど真ん中に板張るよりもちょっとこっちに抜こうとしてるから、ちょっとでもこっちにずれるやん。ほんでパーして外に入っていったら攻めやすいかな。で左からでも右からでもしないけど、逆に1対1のケースやったら、別にこれ小学生の時は左手つきやって練習やから言ってたけど、実は1対1だったら別に右手つきでもいいよ。で左側からこうバッてここでパスもらってるけど、左側からこうボールもらってるけど、あもう左手抜くのも一つやけど、自分に苦手やったらこのまま右に持っていって、ほんで打つとここから左にこう置いていいわな。だからそこをちょっとその最後のフィニッシュのとこに行くまでにちょっとディフェンス寄せたりしたら、でもし寄せても動けへん、そのまま動けへんやったらそのままこう抜いていったりね、抜いていったりな、わかる。だからちょっと女子の方も男子も少し一歩でも動いたら一緒に抜きしやすくなったりとかな。実は結果があることにはその前に工夫があるね。そのことをちょっと含めて、ただ単にまっすぐ行くんじゃなくて練習してください。で行くだけでステップこうなる、両足で止まったらこれ1やから一歩こう行ってこっちが浮いても構わないです。ところが1、2で止まってしまったらこれ3やな、わかる。だからそこだけ気をつけるようにしてください。